ウィッチャー3ワイルドハントが届いたので早速開封したいと思います。この世界に英雄はいらない。戦火に見舞われた小王国を舞台に、様々に分岐する物語が展開するファンタジーオープンワールド RPG。怪物退治のプロフェッショナル、ウィッチャーを操り、世界の運命を握る予言の子を見つけ出せ。不毛の大地を馬で駆け、大都市を創作し、伝説の怪物たちに勝利せよ。 人々の命がコインの枚数で測られるこの世界の歴史はあなたの選択によって刻まれる。広大な世界が冒険者たちを待ち受ける。 前作までの話はざっくりと話すんですけど、死んでいたと思われていたリビアのゲラルドは数年前に突然の帰還を果たして、ワイルドハントと呼ばれる亡霊騎士に追われて、失った記憶を追い求めるうちにいろんな事件に巻き込まれて、その中で記憶を取り戻していきます。 王を暗殺計画から救うと家族の捜索に協力してくれることになるけど別のウィッチャーが王を暗殺してしまいその罪を着せられて記憶を取り戻して疑いを晴らしたけど政治的不安と非人間族の反乱で帝国侵略に抵抗できなくて戦争が起きて一人で愛する者たちを探す旅に出たって感じですねはいそして中身はこんな感じでこれがディスクですね そしてこちらが説明書です。おお、結構熱いですね。久しぶりですね。てか、Xbox One でこれほど熱い説明書は初めてですね。ペラッてめくっていきます。こういうね、今までの歴史とか登場人物とかが細かく書いてありますね。はい、ってことで、Witcher3: ワイルドハントの開封でした。それでは、さよなら。